先ほど行われた第11レース2つ目の準優勝戦では、萩原秀人と東司智仁の2名が優出切符を手にしています。ボートレース三国第46回初夢賞、本日はシリーズ5日目の競争でした。残すは本日のラストカード3つ目の準優勝戦です。第12レースです。なおこのレースも引き続き安定版を使用いたします。対戦メンバーは1号艇今垣幸太郎、2号艇松下直也、3号艇武田光文、4号艇渡辺正成、5号艇岩永雅人、6号艇石田聖吾、以上のメンバーです。このレースも目立った動きは見せておりません。インコースに構えていきます。1号艇今垣幸太郎、前半レースまくり差しての白星、オール2連体の成績を守ってここ準優絶好枠で登場です。1号艇今垣がインコースです。2コースには2号艇松下直也が向かいます。3コース3号艇武田光文、4コースの角に4号艇渡辺正成です。5コース5号艇岩永雅人、6コース6号艇石田聖吾、定番通りの3対3、2つに分かれました。1号艇今垣幸太郎が断然の人気です。進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4号艇渡辺好スタート、1号艇今垣もいいスタートを切っています。1周1マーク、まずはインから逃げ体勢、1号艇の今垣刺す、2号艇松下、外は3号艇の武田、左右力は4号艇渡辺がそれに続いていきます。1号艇今垣押し切って2停身のリード単独先頭です。2番手は2号艇松下、3号艇の武田が3番手、その後ろは4号艇の渡辺、5号艇岩永が並んで6号艇石田が最後方、スタートは正常です。1周2マーク、1号艇今垣が旋回、3号艇武田に内から差し返す、2号艇松下も2番手争い、2号艇の松下が一停身優勢、外3号艇武田が3番手、現在体型1、2、3の体勢、その後ろ離れて4号艇渡辺、5号艇岩永、6号艇石田が最後方で2周1マークです。先頭1号艇今垣幸太郎、2番手2号艇松下に内から迫る3号艇の武田、しかし2番手は振り切っています。2号艇の松下3停身のリードを守って体型変わりなく1、2、3、水が空いて4号艇渡辺4番手、後方5号艇岩永、6号艇石田、2周2マークに入っていきます。先頭1号艇今垣幸太郎、2番手は内迫る3号艇武田を外かわす、2号艇松下ホームストレッチ、2番手2号艇の松下が懸命に守っています。リードを3停身、3番手は3号艇武田、1、2、3、体勢変わりなくこれから最終周回です。インから堂々押し切りました。1号艇今垣幸太郎が先頭、2番手は2号艇松下直也に内接近する3号艇武田も再び振り切る2号艇松下、体型変わりなく1、2、3の体勢、あとは離れています。4号艇渡辺、5号艇岩永、6号艇石田が最後方で最終ターンマークです。1、2、3の組み合わせ3連単 5.2 倍です。人気に応えた1号艇今垣幸太郎が先頭、2番手2号艇の松下直也、3番手は3号艇武田、1、2、3の体勢、第12レース、まもなくゴールです。先頭1番、今垣五輪、2番手2番、松下五輪、3番手は3番、武田で五輪、4番、渡辺、5番、岩永、ラストは6番、石田が五輪です。第12レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着2番、3着3番、以上でございました。